それでは本日も猫ともたくさん猫ちゃんたちとお話をしていこうと思います。さて引き続きルークちゃんからお話聞けるだけ聞いちゃおうかなと思います。好きなもの、これプロフィール追加か。ねえムーンさん、はい、そろそろルークの好きなもの知ってほしいな。え、魚じゃないの？あのねルークはね、うん、ご飯を食べた後の手をペロペロするのが好きなの。なんで？ほら、おにぎり食べた時とかおせんべい食べた時とか。いや、まあなんか猫ってよくペロペロしてる印象あるわ。ちょっと味がついてるでしょ。ああ。それをペロペロするのが好きなのよ。あのポテチについたなんか海苔塩ちょっとペロッとするみたいな感じですかね。食いしん坊そう、ルーク食いしん坊なのよ。キリ食べるの大好き。ムーンさんのお家でご飯食べると、うん、肉球ペロペロする時間いっぱいあって嬉しい。猫の肉球ってやっぱ気持ちいいんですか？聞いてくれて嬉しい。うん、またルークのこと知ってくれたら嬉しいな。もちろんやで。さて次、好きなおかず。ねえムーンさん、はい、教えてほしいことがあるのよ。はいはい。ムーンさんは好きなおかずがあったらいつ食べる？おかず、私割と最後まで取っとくかも。ムーンさんは最後に食べるんだ。お楽しみは最後まで取っておくのね。そうだね、最後で美味しくご飯の間締められると楽しみだものね。いいじゃん。なんか苦手なものを食べて最後に好きなものを食べて、でごちそうさまでしてした方が気持ちいいからね。お茶がうめえおかずがいっぱいあると、うん、食べる順番迷っちゃうよね。迷っちゃうね。教えてくれて嬉しい。リピー。お、上がったエピソードが増えたね。好きな音。ムーンさん、ムーンさん、そろそろね、うん、ルークの好きな音とか知ってほしいの。何の音好きなんだろう。ヤフフ、カランカランカラン。はい。ルークね、カランってこの音が好きなの。あ、私あのコップの中に氷入れてこうちょっとシェイクするとカラカラカラってなんじゃ、あれ結構好きやで。コップのあれが溶けるという音。あ、同じだねルーク。コップの中でカランって溶けるもの。なんだ。氷。ピンポン。ピンポン。ムーンさん大正解。分かってるねこの子ちょっと。ムーンさん絶対 ASMR 動画にハマるやつや。ルークね、氷が溶ける時のカランが好きなの。分かる。あの音が聞きたくて氷が溶けるのじっと待っちゃうくらい。あ、溶けるのも好きだし、ちょっとフリフリフリってするの好き。音が違うと鳴る音も違うんだよ、はい、そうだね。あっちのコップでカラン、こっちのコップでカラン。うん、あ、氷の音楽会ができそう。いろんなコップ集めてみようかな。氷の音楽会シャレオッティやん。ルークのお話聞いてくれて嬉しい。うん、また聞いてくれたら嬉しいな。嬉しいな、嬉しいな。さて、スポーツの続きの話。ねえねえムーンさんのこれ何にしたっけ。確か、うん、ポケスロンだった。あ、ポケスロンにしてたか。ムーンさんはそのポケスロンを、うん、見る方が好き、それとも自分でやる方が好き？やるのは絶対やりたくないな。めっちゃ疲れるでしょ。ポケスロンを見る方が好きなんだね。ルークもポケスロン見てみたいのよ。絶対大変だと思うよ。ダナルカンドスタジアムに行ったら見られるかな。ね、ダナルカンドブレッツボールじゃないかな。今度ポケスロン見に行くときは、うん、ルークたちも一緒に連れてってね。はーい。ムーンさんのお話を聞いてるうちにルークまでなんだかポケスロンが好きになっちゃった。かわいいやつらめ。ポケスロンのこといろいろ教えてね。はーい。お話ししてくれて嬉しい。アリーデベルチあれ、アリーデベルチってバイバイって意味じゃないの？お別れの言葉で登録したと思うんだけど、もうわけわかんねえな。ご飯屋の続きの話。好きなご飯屋さんは世界食堂なんだよね。はい、はい、前回登録しましたね。世界食堂にルーク、前回今回、あ、忘れちゃった。はいはい。異世界食堂ってお高いお店？それともそうでもない？ピンキリじゃないですかね。バーを動かしてから、これ初めてじゃん。え、動かないよバーが。あー、ちょっとお高め。じゃあ高級志向にしとこうか。
ウィー。異世界食堂はお高いお店なの？めっちゃお金取られそうだよね。ルークも異世界食堂に行きたかったけど、なんかご褒美の時ね。お高いお店じゃ異世界食堂に行くのはなかなか難しそうね。あ、そうだ、お値段の前に猫 OK か聞いてみないと。そうだね。今度ムーンさんが異世界食堂に行った時、うん、猫も大丈夫か聞いてきてほしいの、お願い。はい、了解しました。よし、じゃあこれでルークちゃんの話終わりかな。さて、リビングに戻ると、あ、そうだ、エピソードが追加されてるからこれやりましょうか。はい、つか、あ、つーか、つーかってなんだっけ。何してるの？あのね、今ね、つーかしてみたのよ。ご近所猫さんに聞いたんで。ご近所猫さん物知りやね。つーとかーで全部お話できる人がいるらしいです。じゃあ、あうんの呼吸ってやつかな。うん、猫たち、ほら、家族になったじゃない。炊きたてほかほかの出来たて家族です。うん、ほかほかの家族、真っ白でお茶がうめえ、ご飯みたいだから。うん、今なら何でもできそうな気がしたんです。うん、だってお茶がうめえとあったかいって一番強いと思うから。うん、あ、ねえねえ、家族といえばムーンさんのご家族さんのお名前は知りたいです。はあ、じゃあいいよ。ご家族はママムーンだよ。ママムーンだよ。あ、ムーンママの方がいいかな。ちょ、なんかムーミンママみたいだな。ムーミンママ、ムーミンパパとムーミンパパみたいな。ムーンママだよ。よいしょ、よいしょ。ムーンさんのご家族さん、ムーンママさん。はい、ムーンママさん、うん、覚えたよ。はい、だったらちゃんと自己紹介する。なんかガチでムーミンママっぽいな。それはともなく、なんだっけ。はい、そうそう、スーパーの中にチャレンジしてたです。うん、お話できたの？どうかな。ピアちゃんはスーって言ったよ。うん、ルークちゃんは、はぁって言ったですよ。うん、なはは、そのまま。ふふふ、そのままです。うん、チーと、ルー、とかじゃダメなのかな。猫だから、ニャーと、ニャーは、どうです。どうです。ニャーニャーの中の方が猫には向いてるかも。ニャーニャーって言うとき、やっぱりなんかノラノラって聞こえるように聞こえちゃうな。今度は、ニャー、ニャーの練習をするです。はい、次はムーンさんとも一緒に練習できたら楽しい。ツーカーじゃなくてツートンしようぜ。楽しいです。よし、時間が過ぎた。あ、なんかこれからどんどん上がりづらくなりそうだな、家族レベル。はい、ということでね、あー、そう、お腹減るの早いってやっぱり。あ、そうだ、ね、思い出プレゼント何気に裏でやってたら増えました。これお手伝い券、まあ、ちょっと前にもあったんだけど、あとこれね、手作りコースターちょっとだけガタガタするかも。とあとは松ぼっくりももらったね。道端の花は動画内でもらったの見たと思うんですけれども、あれ、じゃあご飯食うか。ご飯、ほんと食いしん坊だな。ビーフシチューを2回か。じゃあちょっとビーフシチュー作ろうと思います。牛肉なんてね、そうバカバカ食べれないからね。ほんと贅沢な猫ちゃんやで。すごい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 。もうさ、なんかハンバーグとさ、ステーキは外で食べるものって思ってるからさ、なんか牛肉ってあんまり変わんないんだよね。あと焼肉か、焼肉も外で食べるものって思ってる。よし、お、あ、これ、あ、いやいや、間違えた。ぐるぐるです。よし、ぐるぐるです。
よし。これで何が追加されるんだろうな。玉ねぎは使ってません。ビーフシチュー。ご飯どうぞどうぞ。いただきます。はい。まあ一回見たからスキップしましょうかね。ごちそうさまでした。ご飯食べて上がりましたね。じゃあティアちゃんかな、おしゃべりしていこうかな。なんかシンプルだね。この子たちのインテリアも変えられたりするのかな、そのうち。ティアちゃん、二人でおしゃべりしようか。種を見つけた。あ、種ください。お出かけしていた時に不思議な形の種を見つけたんです。うん、ムーンさんにプレゼントするです。あ、ありがとう。あ、四角い種を5つもらいました。よし、なんかスイカとかなりそう。お庭で育ててみたら素敵なお花が咲くかもしれないです。うん、でもダークマターどうなってんだろうな。お庭に、お庭で育ててよ。ダークマター、教えて。可愛い動物を。あのムーンさん、はい、前にえげつねえなって言葉を教えてくれたです。うん、ムーンさんのお家の猫で、うん、家族なティアたちは、うん、やっぱりえげつねえな猫を目指したいと思ってるです。うん、それで教えてほしいです。うん、えげつねえなって思う動物は何ですか。教えてあげよう。俺はもちろん私が一番好きなポケモンにしようか。ゲンガーだよ、超かわいい、大好き。ゲンガーだね。あ、ちょっとゲンガー。ゲンガー、えげつねえな。かわいいよ。あの、ムーンさん、今の猫たちとゲンガー、どっちがえげつねえな。かわいいのベクトルが違うけど、申し訳ないけど、ゲンガーかな。ゲンガーの。あ、しもしちょっとごめんな。そう、好きです。ゲンガーはすごいえげつねえな、なので、うん、仕方ないです。ゲンガーを教えてくれて嬉しい。あ、もう少しね、家族レベルが上がったら越すかもね。えげつねえな猫目指してファイトです。ファイトです。よし、さて、じゃあ教えて行ってみたいお店、教えて。いいこと、いいこと。ムーンさん、聞いてください。はいはい。ティアたち、一日一善って言葉、お勉強したです。なかなかね、やりたいと思っても難しいよね、一日一善って。あ、一善って言っても、ご飯のことじゃないですよ。うん、一日いいことするってことでしょ。いいことをすると、いいよってお話なんです。うん、それでね、ティアも一日一善したいって思ってるですよ。うん、素晴らしい。だから一日一善でできるいいことを教えてほしいです。一日一善でできるいいこと、なるほど。なんだろうな。皆さん、動画にコメントお願いします。待ってます。めたい。動画にコメントするですね。猫でもできるかな。パソコン操作できれば楽勝やね。ムーンさんに教えてもらったから頑張ってみるです。はい。ムーンさんも動画にコメントするしたことあるですか。まあ、仲良くさせていただいてる実況者さんの動画だったら何回かあるかな。したことあるですね、さすがムーンさんです。はい、すごい奇跡な面じゃないよなと思うですよ。一日一善忘れないようにしなきゃです。うん、毎日のことだから無理せずやっていくのがいいと思うですよ。うん、いいことを教えてくれてどうも嬉しいです。はい、よしよしよし。教えて行ってみたいお店、やったような気がするんだけど。ムーンさん、教えてほしいことがあるですよ。うん、一度でいいから行ってみたいお店ってムーンさんにはあるですか。ティアはお高そうな
行ってみたいですけど、いい、ね、うん、まだ行けてないので一度でいいからいつか行ってみたいんです。うん、ムーンさんの一度は行ってみたいお店あったら教えてくださいです。うん、一度行ってみたお店か。はい、ルイーダの酒場。ルイーダの酒場かな、ドラクエからです。行ってみたいんですね。もう一つ教えてほしいです。ルイーダの酒場って君たちにはまだ早いぞ。ルイーダの酒場、あれなんかパフパフも良かったな。あ、なあ、一緒。まだ知らなくていいかな。あららら、内緒にするです。うん、ふふふ、その気持ちちょっとだけピアにもわかるですよ。うん、自分だけの秘密にしておきたいことって多分誰でもあると思うです。うん、ムーンさんの一度は行きたいお店が分かってよかったです。うん、どうもウレティです。またお話ししてくださいね。よし、さて好きなもの。ムーンさん、ムーンさん、お話ししたいです。もうみんな本当私のことが好きなんだかな。知ってほしいです。はいはい、あのなんかちょっとお見合いしてる気分になるわ。はい、あったかいお風呂にちょこっとついた尻尾の先っぽなんです結構マニアックだよね。猫は濡れるの嫌なので全部ジャボンは苦手なんですけど、うん、尻尾の先だけちょこっとお湯につけてポカポカするのが好きなんです。この尻尾温度計になってそう、うん、ちょっと熱いとかうーん気持ちいいみたいな足湯みたいだね。全部入っても気持ちいいかも。ちょっと足湯っぽいな。確かに足湯って足だけ入るお湯のことです。そうそう、ふふふ、ピアは尻尾湯ですね。尻尾湯かわいい。本当に嬉しいです。お話聞いてくれてウレティですです。またお話ししてくださいね。おうよ。でもう少しでまたエピソードが追加されそう。よし、こんなもんかな。これで話したね今日の分。あ、エピソード追加されてますね。お話ししちゃいましょう。これで多分今日は終了かな。ムーンさん来て来て。何？お庭に来てです。あ、ダークマターがついに。見て見て見て、ダークマター。うん、えげつねえなお顔がこなにゃちさってしてるです。どんどん破滅崩壊の道に向かっているような気がするんだけど、目が出たのね。そうなの、目が出たの。うん、とってもえげつねえなです。たーのし、たーのし、うん、たーのしです。土の中でいっぱい頑張ってお顔出してくれたのよ。うんうん、小さい種さんがたくさんムズムズニョキニョキしてくれたんです。あったかくしてくれたお日様、ウレティー。ウレピー。お家になってくれた土さんもウレティーです。ダークマターも猫たちやムーンさんに会いたかったかな。そうだよ、だから生まれてきたんだよ。会いたかったと思うな。そうだよね、そうだよね。ルークはとっても会いたかったもん。ピアも会いたかったです。みんなで順番子にお世話したから出てきてくれたの。うん、ふふふ、ダークマターは家族でお世話した木です。そう、俺たちが育ててしまったんやで。そう、ダークマターは家族の木よ。家族の木、ほんわかです。もっともっと大きくなれなれ。ハッスルハッスル。猫たちよりもムーンさんよりも大きくなるから。さあ、本当に本格的やばくなるよね。今はまだちっちゃいから言ってできないけど、大きな木になったらいっぱいギュッとする。うん、ルークちゃんとピアとムーンさんで、うん、お手手つないで3人でギュッとしたいです3人ニャンダフル、ニャンダフル。ムーンさん、ルークちゃん、ピア1
一人だったら、うん、ダークマターは種のままだったと思うです。そうだね、まあ、そのままが一番平和だったような気がするけど、また大きくしようね。このお家の屋根より大きくしよう。ふふふ、そんなに大きくなったらびっくりです。ダークマター、これからも元気に大きくなってくださいです。うん。で、時は過ぎて、あれ、何も上がんなかった。さてさて、じゃあもう一つ何かやって終わりにしようか。お出かけスナップ、久しぶりに魚釣りでもいいんだけど、あ、そうだ、ちょっと熊友に会いに行きましょうか。今回もあと1回熊友に遭遇したらレベルが上がるようになっておりますので、はい、ゴールを目指すです。え、なんか4ができてるんだけど、え、5、よいしょ、お池に進めるな、楽しいです。飛ばそうか、移動は。あ、きかん、ゲットです。さあ、熊友何マスにいるんだ。あ、やっぱ最後か。はい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 。ゴールを目指すです。よいしょ。行け。お、虫眼鏡だ。あ、じゃあ虫眼鏡じゃなかった。あ、機械やった。やったね。やったね。四進めるようになっとるな。よいしょ。どこまで行くです？よいしょ。よし、これでクマ遭遇かな。みんなでパトロール。痛い痛い痛い。じゃあ今日もクマ友に会うぜ。はい、フレンドレベルが5になりました。で、最後何があるかな、進んでゴール。ニャンダフル、ニャンダフル、ゴール、やったです、やったです。お、マックスになったかな。エピソードが1個追加されて、遊びに来ちゃった。でも来ちゃった。でも今日は大事なお話もあるの。え、何？大事なお話って気になるです。あのね、お散歩してる時に聞いちゃったの。うん。この町でぬいぐるみ誘拐事件が起きてるんだ。じゃあ熊友誘拐されちゃうじゃん。そう、あれ思い出した、熊友ってね、確かぬいぐるみだったんですよ。私だからロボットって言ってたような気がするけど、本当の熊ではないんだよね。誘拐？嘘だね。ぬいぐるみが突然いなくなっちゃうらしいの。うん。ぬいぐるみさん、どこに行ったです？むむむ、確かに事件の匂い興味あるのよ。ね、熊のぬいぐるみとして、そう、ぬいぐるみなんだよね。放っては置けないの。それでね、お願いなんだけど、うん、一緒にぬいぐるみ誘拐事件を解決してほしい。これメインストーリーではないよね、多分ね。いいよ。ありがとう。そう言ってくれると思ったの。いなくなったぬいぐるみちゃんの情報を集めるです。そうね、うん、熊友もいろんな人に聞いてくるの。うん。犯人はザナルカンドにいる。みんな絶対逮捕しちゃおうね。危険な街ザナルカンドになっちゃう。さて、セーブが終わりました。じゃあエピソードが追加されてるので、これを聞いて終わりにしましょうか、今回は。はい、ザナルカンドをお散歩してわかったんだけどね。うん。家族っていろんなところに書いてあったのね。例えば？同じ道を歩いてたのに今までは気づかなかったんです。これってやっぱり、うん、家族になったからですよね。うん、だよね。家族になったから見えるのよ。この子たちの会話がよくわからない。だからね、家族って字いっぱいいっぱい探したの。あるかな、道端に。たくさんあって、あっちにもこっちにも。家族いっぱいいっぱい見つかったよ。それでね、それでね、今日は町で見つけた家族の、はい、お願いします。発表します。はい。パチパチ。
パチ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 嬉しい。ラナルカンド全部に聞こえるような大きな声で発表するです。ご近所迷惑だからやめようか。それは家族はどんどんどんチャラララララ家族旅行。ああなるほど、家族で旅行に行くことなんだって。そうだね、旅行会社の近くだとありそうだね。次に見つけたのが、あー写真屋さんとかね。です、家族一緒の写真を撮ることです。うん、それからそれからこれはとっておきの情報よ。4月生まれさんから聞いたんですけど、はい、ファミリーっていうのも家族って意味なんだって。そうだね、だからファミリーレストランは家族で行くレストランだよね。うん、ムーンさんとティアたちは家族になりました。そう、ズファミやな。ルークたちは家族旅行に行けるんだよ。あ、行きたいね、旅行。ティアたちは家族写真を撮れるんです。ファミリーレストランでご飯も食べれる。ファミリーさん家族じゃなくても行けるけどね。すごい楽しいです。ムーンさんは家族旅行どこに行ってみたい？どこ行ってみたいかな。家族旅行かどこかな。ではゼルダの伝説よりハイラル城にしようと思います。ハイラル城、うん、家族旅行にもぴったりそう。みんなで行ったらとってもほんわかしそうですね。うん、縄張りの外ってドキドキだけど家族ですることだし、うん、いつかみんなでハイラル城に家族旅行に行ってみたいかも。うん、家族、最近なんかちょっとリスナーさんのコメント反映できてなくて申し訳ない ね、 ね、なんかなかなかね、あのフレーズを登録する流れにならなくってちょっと申し訳ないです。でもね、あのコメントにね書いてくださってる方は本当ありがとうございます、いつも。よし、あ、まだ満足しない、まだ遊べるだと。え、じゃあ、今回はここで終わりにしておこうかなと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。